では近代史文書の解説を始めます。よろしくお願いします。詩は生命の滴りだという千家元麻呂の詩より詩の一節から、引用して書きました。文字は少なめです。で、まあ、詩の、詩文自体がちょっとこうスケールの大きいというか、文章になるので、まあ、書き方もそれに合わせてちょっとこう大きい感じというかスケールの大きい、力強い感じで書いていくと、まあ、詩に合った表現になるんではないかなと思って、いつもより多少ちょっと大きめの筆を使って書いてみようかなと思います。では早速書いてみます。少し荒々しい感じを出すためにちょっとこう逆筆気味に強く筆を割って書いていってるような感じなんですけれども、こう逆筆に当てたらその筆の開いた形をこうキープしながらその状態でグッとこう力を込めてこすりつけていくように書いていっています。楽観の位置もどこにしようかなというところなんですけれども、まあ、うまく字の本文のへこんだところにこう本文に寄り添うような場所にバランスのいいところにですね入れていくといいと思います。あんまり詩文の、作者名と自分の名前がこう紙の端に離れすぎてしまうと作品との一体感がなくなって別々のものになってしまうので、なるべくちょっとこう本文にむしろ寄せていったくらいのバランスで書いていきましょう。筆の割れが強くこの辺とか読みづらくなってしまったと思うんですけれども、まあ、読めなきゃいけないように書かなきゃいけないとは思うんですけれども、なるべくこうただ書いただけだとつまらない、ただ字が並んだものになってしまうので、なるべくこう字の大小であったりだとか字にこう表情をつけていく、逆筆で書いたりだとかっていういろんなバリエーションの線を
含ませていくことによってこう作品に表情が出てきて、あとは墨の墨量だとかの黒と余白の白と黒のバランスっていうようなことを何枚か描きつつバランスを調整しながらうまくね1枚提出までに仕上げていただくといいかなと思います。参考までに描いてみて